ずは縦横に12等分の折り筋をつけます。丸を結ぶ線で折り筋をつけます。縁を丸に合わせて折り筋をつけます。縁を折り筋に合わせて折り筋をつけます。向きを変えます。縁を丸に合わせて折り筋をつけます。縁を折り筋に合わせて折り筋をつけます。6等分の折り筋をつけます。向きを変えます。6等分の折り筋をつけます。半分の幅で折り筋をつけます。
向きを変えます。半分の幅で折り筋をつけます。裏返します。2マスずらして角を折ります。向きを変えます。半分の幅でつまむように折ります。裏返します。同じようにつまみ折りします。裏返します。同じ幅で折り、角をつまみます。
裏返します。同じことを繰り返します。裏返します。同じ幅で折ります。上の縁をこれまでと同じ幅で折ります。右の縁も同様に折ります。裏返します。四つの縁を立てるように折ります。これまでと同様に角をつまみます。角を倒す向きはどちらでもいいです。角を倒します。角を倒して平坦にします。裏返します。同じように縁を折ります。左の縁も折ります。同じように折ります。縁を折ります。裏返します。同様に縁を立てます。
角を倒して平坦にします。この角も倒します。角を平坦にします。角を平坦にします。裏返します。縁を折ります。同じように折ります。同じように折ります。同じように折ります。裏返します。繰り返しはこれで最後です。座布団折りのように折り筋をつけます。一つの角を折ります。頭になる角です。つまみ折りします。隣の角も同じように折ります。さらに隣の角も同じように折ります。最後の角も同じように折ります。風船の基本形のように折ります。
重なって厚くなっているところを引き出します。縁のところで沈め折りします。はみ出た部分を縁のところで沈め折りします。全部で8個の角ができています。ひだを開いて角に折り筋をつけます。思い切って引き出します。つけた折り筋を山折りにして押し込むように折ります。残りも同じように折ります。元の体勢に戻すため、角を倒します。ついている折り筋で折ります。もう一方の角も同様に折ります。
翼を後ろに回します。この角も同じように折ります。回数はさっきより少ないです。最後の角も同じように折ります。足の角に折り筋をつけます。角を一つ潰して押し込みます。もう一つ押し込みます。このような折り線で蛇腹状に畳みます。閉じます。少し引っかかるかもしれません。反対側も同じように折ります。
中割り折りします。めくります。軽く広げます。押し込みます。残りも同じように押し込みます。ここも押し込みます。邪魔なひだは外側に回します。一旦足の付け根を見ます。ひだが重なっているので段折りして厚みを分散します。3箇所中割り折りします。反対側も同じように折ります。翼をどかします。
内側の角だけ中割り折りします。前足と同様の処理をします。軽く広げます。押し込みます。邪魔なひだを外側に出します。こちらも邪魔なひだは外に出します。2回中割り折りします。反対の足も同じように折ります。翼を上に折ります。軽く広げます。押し込むように折ります。角を折ります。反対側の翼も同じように折ります。
蛇腹を引き出します。もう一つ小さな角も引き出します。手前の縁の位置で折り、隙間に折り込みます。反対側も同じように折ります。後ろ足付け根の角をかぶせ折りします。反対側も同じように折ります。山折りします。中割り折りします。残りの角も中割り折りします。反対側の足も同じように折ります。両側で段折り、2回中割り折りします。
残りも同じように折ります。同じように折ります。翼を手前に折ります。頭の角を引き出します。さらに引き出します。写真の位置で山折りします。山折りします。反対側も同じように折ります。下顎の角を平坦にします。角と折り筋の交点が重なるように畳みます。2マス分のところで角を折ります。中心に寄せるように段折りします。できるだけ平坦にします。顎の下の部分を広げて潰して平らにします。口のひだを 22.5 度の角度で中割り折りします。左右対称にします。
写真のように押し込みます。両側で段折りします。反対側も同じように段折りします。角を少し折ります。角を少し折ります。下顎も同じように折ります。角を少し折ります。頭の向きを調整します。尾の角を広げます。角を折り込みます。内部の形に合うようにします。山折りの線をつけます。谷折りします。左右対称にします。縁に沿って山折りします。一枚めくります。ひだを出して角にします。同じように折ります。
裏側を見ます。角を折ります。適当に2回山折りして尾の先を仕上げます。丸を参考に翼を微調整します。4等分の折り筋をつけます。さらに半分の角度で折り筋をつけます。山折りをして仕上げます。同じように折ります。出来上がりです。